今年12月に任期満了を迎える正木町の町長選挙に現職の岡本康町長がきょう参選を目指して立候補することを表明しました重信川の氾濫などに備えた防災・減災対策などを公約に掲げています町しし町の岡本康町長は 今日県庁で会見しことしの12月10日に任期満了を迎える町長選挙への立候補を正式に表明しました岡本さんは正木町出身の70歳で県の中与地方局長などを歴任し2015年の町長選挙で初当選2期目の選挙では無投票で再選されました 岡本さんは今回、調整の総仕上げとして3期目の挑戦を決意し、重信川の氾濫に備えた災害に強いまちづくりや人口減少対策、特産品のブランド化による地域振興策などを公約に掲げています。関係者によりますと、このほか元朝職員の40代の男性も立候補に向け準備を進めているということです。